こんにちは。茨城市子育て世代包括支援センターです。今日は赤ちゃんのお風呂、沐浴についてお話しします。沐浴は赤ちゃんの体を清潔にするために行います。また新陳代謝を活発にし、成長を促す効果もあります。皮膚などの全身状態の観察の機会にもなり、赤ちゃんとのスキンシップのいい機会にもなります。生後1ヶ月までは感染予防のため、大人とは別のお風呂に入れましょう。時間帯は生活リズムをつけるため、できるだけ毎日同じようにしましょう。また授乳前後30分は避けるようにしましょう。授乳前に沐浴を行うと機嫌が悪くなることがあります。また授乳後は姿勢を変えることで吐いてしまうことがあります。沐浴時間は赤ちゃんへの負担を考慮して、着替えを含め10分から15分程度が理想ですが、初めは慣れず時間がかかってしまうと思います。最初は誰もがそうなので心配はいりません。37.5 度以上の発熱があるときや、いつもと比べ元気がないときなどは沐浴を控えるようにしましょう。汗をかいているようであれば蒸しタオルなどで拭き、こまめに着替えさせてあげましょう。下痢をしているときはお尻だけ洗ってあげるとおむつかぶれの予防になります。その他、医師から沐浴を控えるように言われている場合も、医師の指示に従い沐浴は控えましょう。それではお湯の準備をします。沐浴のお湯の温度は38度から40度、夏場は38度、冬は温度が下がりやすいので40度が目安です。湯温計もあると便利です。冬場は赤ちゃんが冷えないように室内も暖かくしておきましょう。お湯の量はベビーバスの8分目くらいにしましょう。ベビーバスは洗面所や台所のシンクにセットできるもの、空気で膨らませるものと様々な種類があります。収納用の衣装ケースを代用することもできます。かけ湯用のお湯は最後に使用するので、冷めてもいいように少し高めの温度で準備しましょう。また沐浴時には赤ちゃんを傷つけないよう爪は短くし、指輪や時計は外しておきましょう。必要なものを準備しましょう。沐浴に必要なものはベビーバス、顔を洗うための洗面器、かけ湯用の桶、石鹸、固形のもの、泡で出るタイプのものがあります。ガーゼハンカチ、沐浴布、沐浴布は保温のために赤ちゃんの体にかけるものなので、薄手のタオルでも代用できます。着替え用衣服一式、おむつ、バスタオル、沐浴後のケアに必要な綿棒、保湿剤などです。はじめに沐浴の道具と赤ちゃんのお風呂上がりの準備をしておきます。肌着もベビー服に袖を通しておき、すぐに着せられるようにしておきます。おむつは衣服の上に置いておき、その上に体を拭くバスタオルも準備しておきます。沐浴を行う場所ですが、お風呂場もしくは台所や洗面所等でも構いません。お風呂場の場合は浴槽の蓋の上は破損し転落の恐れがありますので、やめましょう。